ジャニー北川氏の性加害問題をめぐ、一連の騒動に揺れるジャニーズ事務所はいつか、K、港区の本社ビルに設置された、ジョニーアソシエーツの看板鉄を始めた。ジャニーズ事務所は、今月2日に都内、今後の会社運営に関する会見を行い、東山治、新社長は、ジャニーズ事務所の名称を10月17日付けで、スマイル、 アップ、スマイルアップに変更すると発表。スマイル、アップは、会社救済や保障に特化する。合わせて、東山を、社長、井ノ原義彦を副社長とするエージェン、会社を1ヶ月以内に立ち上げるとした。同書に、出た5 0代女性は、オラカニュースの取材に、看板を取りたくてき、んですけど、取れなかったです。電車の中で鉄が始まることを見て、 急がなきゃと思って急できたんですけど隠されちゃってて、ちょ、取れれなかったので残念です。今は、何は男のファンで、昔から少年隊、渋垣隊のファでした。物心ついた時から、ジャニーズのファです。社名が変わるインパクトは大きかった。すね、仕方のないことなんでしょうけど、いや、リ物心ついた時からジャニーズが好きだので、ちょっと寂しい思いはあります。 今後もわらず応援していきます。おしめんはいるの。東山社長に頑張ってもらって、ついていきま。ファンとしての思いは、やっぱりジャニーズ、テライブでとダンスか、歌とかすごいので、そういう魅力があると思います。やっぱりこれか、もうジュニアの皆さん、これからジュニアと呼ばれないかもしないですけど、未来のあるスターを応援して、期待と明かした。大阪から来た嵐のファン、いは、 看板撤去のうさわをネットで見てって立ってもいられずなんかこの景色見てるとうななが出そうでなんでこんなになっちゃんだろうって悲しくなります30代のファン女は看板撤去の噂を昨日聞いて今日ようと思っていたんですけど午前中に撤去動きがあったので慌ててきました金プリファンですがジャニーズ全般が好きです 未撤去のこの景色を見て、歴史が変わるという像です。こうなってしまったことは、仕方がない、思いますが、悲しい気持ちではありますね。かん、撤去を見て、複雑な思いですけど、こうしない、今所属しているアーティストが活動できない、今日になっちゃうんで仕方ない。抜けた人たち、所属している人たちもそれぞれ意思で決めた、とだと思うので、どちらも応援していきたい、すっと思いを伝えた。